二条陰謀は、戦国時代の区下。二条家第十三代目当主。父は、関白二条、小はじめ。母は、家女房。名王六年父の死去に伴い二歳で家督を継いだ、ため、祖母の水瀬金子の手で育てられた。栄章五年に十三歳で元服し、家の慣例により、室町幕府将軍足利議員から返記を賜い、陰謀と名乗った。 同8年3月13位に除されて苦行に列死、県中納言や県大納言、右この絵大将を経て、同12年十二位内大臣に除任。同15年関白右大臣に上った後、大英元年7月左大臣に転じ、同2年1月11位に除された。同5年4月関白を辞職。同8年日全国への一時下校を皮切りに、これ以降、 家領回復のため地方に、たびたび在国した。天文2年2月巡三宮宣言を受け、同3年12月関白に帰り保されたが、これは、五奈良天皇即異例での陰命伝授のためだった。天文5年多十字家と争っていた、かが国野草の両家職について、本願寺少女に関府を要請。関白を辞して、家僧に下校し、同10年まで時勤務を行って、 上落を果たした。同13年4月、天子市と大内市との交渉調停のために、一旦出雲国へ下校したが、大内義隆の招きもあり、翌14年以降は、次男義豊と共に、須王国山口に滞在した。同20年8月、義隆の重臣、東春方の無本事件に遭遇。内藤沖守に死者を送って、 和睦圧線を懇願するも聞き入れられず、吉豊や三条、木により、地味王院危機、大宮維持と共に、当軍の手で殺害された。去年十6墓所は、山口県長門市大明寺にある。ありがとうございます。